するしない？どうも、日向愛子です。麻雀の匠、今回のゲストは松本義弘プロです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ松本さん、はい、若手がついにやってきました。そうなんですよね。もう結構トッププレイヤーばかりが出てるこの麻雀の匠ですが、はい、ついに恐縮ですが僕が出させていただくことになりました。今年でおいくつですか？26歳。26歳、お若い。平成何年生まれ？平成4年生まれ。平成4年生まれ。1992年生まれ、はい、大型大志座松本義弘です。個人情報がだだ漏れておりますが今回この麻雀の匠、はい、確かに今までのトッププレイヤー、年齢も松本さんから見るとかなり先輩ですけれども、そうですね、40代ですよね。多いですね。そんな中でこの思考をすべてさらけ出していただくんですが、はい、自分の麻雀スタイルは一言で表すとどういったスタイルですか？そうですね、結構なんか、まあ、バランス型というか、まあ、自分なりには結構何でもやるタイプだと思ってるんですけど、まあ、どっちかっていうと割とリーチが多くて打点ちょっと高め狙って最初やっていこうかなってはスタートしてますね。あとはもう状況に応じてちょっと変えたりとか、まあ、いろんな人のちょっといいとこ取りというか、そういうのが自分の長所だと思ってますね。あんまだから特徴ないかもしれないですけど、まあ、逆に言うとなんか真似しやすいというか、まあ、参考にしやすいのかなとは思います。かなり見てくださってる方にも注目のね選手ですから、今日はたくさんお話聞かせてください。はい、こういう機会もめったにないんで頑張っていっぱい喋りたいと思います。はい、それでは麻雀を打っていきたいと思います。トン一曲スタートです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。手配を開けてください。松本さん、はい、シャーチャースタートドラがチーソーです。はい、ハイパイどうですか？まあ、ハイパイはまずまずっていったところですかね。まあ、ドラチーソーなんで、まあ、この手はですね、僕基本的に小型では、うん、まあ、リーチプラスイーハン、はい、まあ、リーチピンフラットとかリーチタンヤオリーチドラ1以上の手を結構狙うことが多いです。最初に進めていく、ハイパイから進めていこうかなと思ったのはまずそれを考えています。おまずちょっと積もって、最初にあの手をいただいたときに、はい、その方向性をまずいろいろこう考えるんですか？そうですね、大体まず考えることはこの手を最終形とかどう進めていくかと、あと相手の、まあ、1段目の捨て牌で相手がどう進めていくかによって残す選択とか切る選択が変わりますね。はい、まあ、例えば本一がいるんだったらそこの色を嫌っていったりとか、まあ、変則手っぽい人がいてなんか自敗先切りしちゃうとか、まあ、いろいろこれ考えることはいっぱいありますね。今回の先にお二人ちーちゃとなんちゃの選手が自敗から打ち出してますが、この打ち出し方はあまりあんまり気にしないです。やっぱりその自敗の切り出しも、まあ、今回初とペイなんですけど、役牌の初と親は役牌の初でなんちゃお高めのペイってことなんで、まあ、切り出し方は結構人によって全然バラバラなんで、うん、単品系が見えるから先に役牌の方が切り出しちゃおうとか、ちょっと手が早いがバラバラだから役牌は残してお高めを切ろうとか、いろいろあるんで、これぐらいだとまあ変則手じゃなさそうですよね。うん、本一にめちゃくちゃ本一の手牌だったらもうこの切り出しにはならないんで、あまりそこまで注目はしないということですね。チート率は分かんないですけどね、うん、とりあえず天秤にかけて自敗切ってる可能性はある。はい、さあいきなりウーソーがんこになりました。はい、これはですね、はい、はい、まあいらない牌はこの辺ですよね。一品何発リャンマンですけど、うん、はい、でまあ基本的にリャンマンは、まあ、タンヤオの材料、これ、うん、まあ、まあ、イーソーとかイーピン持ってるんですけど、まあ、基本的に狙うのはリーチ、タンヤオ、ドライチとか、もうね、おっしゃってた通りここら辺全部いなくなったら幸せってことですね。はい、そうなんです、うん、まあそうなった時にこの例えばこれ1ピンに、まあ、2ピンとか入っても、まあ、数ピン持ってるんで3ピンの受け入れがあるんで、しかも値段もどんどん安くなってっちゃうんで、まあ親の現物の発を残し、まあ何もね、はい、1ピンよりは安全度が高いってことで、うんうん、僕は1ピンを打っていきたいと思います。はい、はい、お願いします。今んとこはね、ちょっと仕掛ける牌とかも特になく、うんうん、まあ、この手が仕掛けられることになるとしたら、まあ、中終盤とかで、まあ、地位点、ポン点が取れる時ぐらいですかね、愚形が残っていて。前半はもう泣きはかなりないってことですね。
そうですね、うん、僕は基本的にこの手はほとんどなくビジョンがないですね。2メンツできました。はい、3層入った、ね、嬉しいようでちょっと嬉しくないですね。まあメンツはできてスピードが上がったようで、まあ、仕掛けられなくなったっていうのもありますし、まあ、打点がちょっと落ちる単野王が、うん、まあ、この後裾引きとかあるんですけど、まあ、こうなった時はもうあとはリーチ手順って感じになってくるんで、うんうん、リーチへのまっすぐと、まあ、でも手もまだ今のところ大したことないんで、うん、まあ、安全を買いつつ、うんうん、なので、まあ、さっきも言った通り、まあ、リャンマーはまだね、ターツが足りてないんで、うんうん、もしかしたら3万とか引いたらちょっと残すかもしれないんで、親の現物の発を残しつつ、なんから、ションパイのな、いきます。なるほど。他の選手は、自敗と端のキューピンが今1枚出てきました。うん、そうですね。まずはまあ普通の切り出しって感じで、うん、まあ、2ピン出てきましたけど、はい、今のところ手出しでね、特に目立った選手はいないかなっていうのが今の感想ですね。2、うん、ピンはつもぎりでした。はい。よっ。あ、これですね。お、本当に引きましたね。そうなんです。これでターツが完成はしました ね、 ね、一応勝つかローソを切ればいいシャンテンなんですけど、うん、まあ、今回まあ当然ドラがチーソーってことで、はい、そうなんです。まあ、チーソー引いた時に、まあ、チーソー引いた時どうなるか分かんないですけど、うん、まあ、カンチーワン払ったりとか、まあ、スーピンだったりとか、うん、いろいろ外す選択が残るんで、まあ、素直にローソーは残して初を切りようと思います。ってなった時に、はい、先にイースワンが入ったとするじゃないですか、はい、カンチーワンのリーチは打つんですか。僕は外しますね。これは外す。外そうと。じゃあ先に入った時だけ受け入れるってことですか。そうですね、先に入った時のイースワンはリーチ打つつもりですね。やっぱりこれ、まあイースワン先にカンチーワン入って、まあ、イースワン打たないで、まあ、ソーズのドラ引きを待つとかいう作戦もあるかもしれないんですけど、うんうん、まあ、これはねドラのチースを引かないと結局マンガン級の手は狙えない手なんで、うんうん、まあ、それだったら両面だったら先制でリーチ打っちゃった方がいいかなっていうのは僕の気持ちですね。カンチャンだと打たないわけですね。そうですね、まあ、カンチーワンでリーチをこの後、うん、リーチをその後打ったとしても、はい、曲がれるかもしれないですけど、やっぱりその後の、うん、打点も上がっても僕はそんなに上がれるかもわかんない街で、上がってもそんな1300、2600の手だったら、まあ、あと押し返しも怖いですね。なんであとは十分自分の手が煮詰まってから、まだ時間も早いんで。そうですね、準備早いですからね、はい、なるほど。ちょっとじっくり行こうかなと思ってます。はい、ではまず目いっぱいにする、はい、初を切ります。はい、3巡目にしてかなりツモがいいですね。そうですね、まあ、愚形が埋まって、まあ、2万にうまく3万、うん、これ2万とかくっついちゃうとねまたちょっとそこも払う候補になっちゃうんでまあでもスムーズに進んでいます。お、3ピンもツモ切り、うん、これはまあ一応 E ピンなら3ピンがツモ切りだったんでターツ落としじゃないですね。さあ3万が来ました。はい、3万は、まあ、これ、まあ、一応さっきも言った通りカンチーマンが入った時に即リーチ打てるようにしたいので、で、まあ、ローソーはその前の理由と同じで、うん、ドラのチーソーを引いた時、はい、パーソーを引いた時に対応したいので3万はつもぎります。お、なるほど。手出しとつもぎりどっちのがいいんですか、こういう3万。なんか正直、まあ、なんかこれ何発ってこうやって切ってるじゃないですか、うんうん、まあ、一応発って親の現物なわけですよね。で、まあ、実際自分が今 E 数1のこうやって多発が残ってて、うん、まあ、この安全度の高い発より3万が残ってたってことは、なんか発より必要だったってことじゃないですか、うんうんうん、それがあの手配に多発が整ってなかったらくっつきで残してたかもしれないですけど、うんうん、もしかしたらね、もうベンツが足りてて関連パイになっちゃうかもしれないですよね、うんうん、なんで、まあ、E 数1が残ってるんで、まあ、空切りしない方がいいかなと思います。情報を出さないわけですね。はい、うん、そう思います。なるほど。今回ピンズがかなり安いです ね、 ね、切られてますね。そしてそんなピンズがやってきたパーピン、うん、これがね、ちょっとパーピンはまあもう当然いらないんですけど、はい、まあ、ここで考えるのも、うん、まあ、後でどうやって今リーチ来るって来てもおかしくないわけですよ。まあ、そうなった時にどれで粘ろうかなとか、うん、まあ、例えば今下茶がスーピン切ったんで、ね、まあ、スーピンの分はちょっと確保されたかなと。で、僕はなんか全員分のバランスとかどこの速そうかなって今のところまだ分かりにくいんで。そうですね、なんで、まあ、そういうのを考えながら積もり入れます。あ、うん、まあ、切るにしても周りの速度進行だったり、そうですね、受けも考えながら、うん、たまにね、こういうカンチーワンとかも、うん、もう先に払おうかなって考えちゃうときは安全牌残してもう先にもうこれ連射的に戻しちゃうんだけど、カンチーワン払ったりとかもありますね。なるほど。カンチーワンが一枚、うん、切られましたね。 G1 ちょっとね、そろそろ危なそうな感じがしますね。それはどこですか。うん、やっぱりまあ、3ピン切った後に手出した後に吐く、うん、もう手出しでいけ、これがまあ統一落としが
ったのその1枚だったかわかんないですけど、そうですね、まだわかりません、うん、まあなんか普通の変則手じゃないんで、まあやっぱ 3から7の牌とかって、うんうん、まあ基本的にはまあ多発構成で重要な牌なんで、はい、まあそれが先に切られてるってことは結構形が十分形なんじゃないかなっていうことは、まあ変則手じゃない限りですからね、うんうん、まあ、これもちょっと本一でもなさそうだし、まあ、チート一もなさそうなんで、うんうん、まあまだわかんないですけどね、まあ結構その3より後に白が出てくるっていうのは、まあ、結構早いんじゃないかなって思いますね。速度を感じ始めた、うん、まあ、ただね今それによって切る牌を変えることまあないんで、うんうん、あのとりあえずまあこのままつもりで、はい、ドラのチーソーが出てきました、うん、まあ、ドラのチーソーが出てきたのは、はい、8はウーワン、チーワンウーワン両方手出しですね。ターツワンこれはまあ明確に結構早い情報がありますよね、はい、かなり整ってきたということですか、うん、7巡目、まあとりあえず今、まあ、こっちに目向いてたんですけど、うん、今こっちの2人かなって感じですよね、まあ、ドラのチーソー切るのは、はい、まあ、正直あの打点が絡んでるとは限らないですよね、うん、そのもしかしたら形が目いっぱい十分系で、まあ、チーソーもう4乗牌でいらない、うん、持ってただけって可能性もあるんで、ただまあイーシャンテンに近い、まあ、イーシャンテンもしくはリアンシャンテン形のいいリアンシャンテン、うん、まあ、イーシャンテンぐらい入ってそろそろリーチが入るかもなぐらいに考えておいた方がいいかもしれない。なるほど、備えとくわけですね、うん、これですね、ましたね、お話聞いた時はまだね、はい、あのこんな濃い捨て牌じゃなかったじゃないですか。はい、そうですね。でも今このように状況が変わってきた中での転牌まだ取りませんか。まだ僕は取るつもりないです。これが、やっぱり明確な情報とか、はい、あったらいいんですけど、まあ、これ取ってもいいと思うんですよね。ただ結局これもドラのチーソー切ってきたと、うんうん、ダーツを払ってる人がいて、ね、親がいて、はい、まあ、結構もうめくり合いになる可能性が結構高いと自分は今持ってるんですよね、うん、まあ、そうなった時に、まあ、例えばウーワン入ったスッチーワンのリーチのみでも、うん、僕はちょっとあんまりぶつけたくないなって思っちゃうんで、うん、まあローソー切って、まあ、引きたいのはドラのチーソーとかでリーチドライチの光景を目指してるんですけど、うん、まあ、ここだと何を外すかですよね。でドラのチーソー切ってきた人が今これ数ピン切ってるんで、はい、まあ、ちょっと数ピンを消費したくないのってあるので、うんうん、で親の方がねチーワンウーワンって手出ししてきたんですよね、はい、なので、まあ、パーワンは結構親の方には安全度が高い、ね、ローワンはまだちょっとわからないんで、うんうん、なので私はちょっとウーワンとかのロスになっちゃうんですけどローワンから守備も考えて、そうですね、どうせ外すんで、うん、ウーワン引きはもう、さあ手が上がった、カンチャンで仕掛けましたね、うん、ペーチャー5、6、7ワンズローワン落ちです。これは結構、そしてダヤンピン、うん、シャアはつもぎりです。これはね、はい、結構僕はマンズに寄せたか、はい、かなりもう後継の、まあでもピンズのリャンピンってこれ相当関係ない牌だと思うんですよね、うんうん、まあ、数ピンを4巡目に切ってて安全度の高かった配慮ですか。そうですね、親の方リャンピン切ってて、うん、でなんちゃの方はイーピン3ピン3ピン切ってて、うん、まあ、ドライのチーソーよりリャンピンが大事だったかっていうのはもう完全に安全度でしかなさそうな配なので、はい、自分が数ピン切っててね、うん、3ピンも3枚見えてて本当ですよね。まあイーピンがねしかも2枚見えてるんで、うんうん、まあ、しかもカンローワンチーってことで、まあこれはチーソー先に切っておいてのまあリャンピンを後回しにして、うんうん、まあマンズに寄せた可能性と、はい、まあ、マンズに寄せるんだったら先に早くチーソーを切った方がいいですからね、うんうん、ただそれか普通の後継の単妖とかの可能性もなくはないですよね。ただカンローワンの愚形が残ってる、カンちゃんが残ってるぐらいだと、はい、単妖だとチーソー後回しになる可能性が高いん で、ね、どっちかっていうとマンズに行ったかなっていう気持ちが強いですね、はい、そんな中ねなんちゃんもチーワン手出しで切っています、うんうん、これ下茶がワンズの気配が高くなりました、はい、この状況この手配この後パーワン、その後のワンズもかなりこう切っていくんですか。そうですね、やっぱりあのロンされるのが一番、補充が一番嫌なので、うん、まあでもこれリャンピン手出しでまだテンパってるかどうかは結構わからないかなと思って、うんうん、確かに。ただチーソー先ギールするぐらいなんで形は結構整ってるんじゃないかなっていうのが僕の一見、うんうん、あの推測で、まあパーソーこれで今残ってるのがパーワンとチーソーどっち切るかっていうかですけど、うんうん、まあ今マンズチーワンチーワンって言ってて、はい、ただ親もね、まだもうリーチ来る可能性もあるので、うん、それでもドラマたりの急走、うん、先に危ない方から切ります。はい、つもぎりです。自分の目からチーワンは3枚見えています。そうですね、はい、まだマンズの本一にも
白つもぎりでしたね。白つもぎりですね。白一枚切りなんですけど、まあ、自敗を持たない余裕があるってことは、まあ、手配が、うん、まあ、もしかしたらこれでテンパってる可能性も全然あると思いますね。小さを先回し、後回しにして先に切って、うん、で、ランピング安全度高い牌を持つってことはね、もしかしたらチーソーまだ泣いてなかったんで、チーソー切った時って、うん、もしかしたらリーチドライチとかメンピンドライチとかあるかもしれないじゃないですか、感動を入った時に、うん、それを先に切らない、切るってことは、まあ、相当かなと思いますね。しかもでも感動ワンが残ってて、チーソー先に切るってことはなんかイーシャンテンだったらすぐリーチ打てるわけじゃないですか、うん、チーソーにパーソーとかロソクついたら感動ワン離れるから、ね、まあ、ちょっとわかんないですねここは。でもでもかなりこう染めてるか速度を感じるかのような手ということですよね。そんな中でバニー1枚切れのチュン、うん、どうしましょう。これはそうですね、もうチュンはまあこれ数ピンとか入ったらね結構まだ勝負する手なんで、うん、まだちょっとテンパってるかわかんないですけど、まあ鎮逸で打った時はすごい怖いですけど。ああなるほど、もし染まってるのであれば本一か鎮逸かはかなりの違いですよね、うん、そうですね、かなりの違いで、しかも今回まあここでチェックするのが、うん、まあ自敗がねこれあのほとんど見えてるんですよね。お、確かに。ペーチャの手配のペーチャの、うん、仕掛けね、はい、切ってる、まあ、トンも切ってる、うん、で、ハツが2枚切れ、はい、で、ハクも2枚切れで、残ってるのは、まあ、役割の下はチュン、うん、まあ、これで当たってもしかしたら、まあ、3900の可能性もあるんで、チュンで、宝珠なら打点は3900、うん、まあ、といといまない、まあ、5200のケースもありますけど、うん、まあ、これぐらいはちょっといこうかなと思って、なるほど、切ろうと思います。はい、はい、何も発生はありませんでした。うんうん、今のところちょっとわかんないですね。その後は両ピンね、手出しの後、うん、さあ、うん、親はどうなんでしょうか。一番重要なのはここでね、対応してる誰がこの仕掛けに対して動いてるかを見るのが結構重要で、今のところどうですか、うん、両ピンつもぎり今のところはあの特に違和感はないんですけど、うん、はいはい、テンパりました、テンパりました。シャンポン、まあ、これはシャンポン待ちドラ表と、うん、まあ、1枚でのスーピンのシャンポンなんですけど、はい、まあ、これはねチーソーとか引いたらスッチーソー引いたらメンピン高めイペコドラドラとかもある手配なんで、うん、はい、まあ、手代わりがもうすごい美味しい手配があるんでリーチはしない、リーチはしないです、うん、で、まあ、パワー1がこれがまあ泣かれるか当たるかも分かんないですけど、まあ、G13 枚リレーで、はい、とりあえずこれ切るには値する牌、おお、なるほど、うん、とりあえず切ってみます。お、テンパイを取りました。お、パー1で、ね、ポンの発生、うん、そして手出しチュンです、うんうん、ペーチャが2フロ、そうですね、やっぱりかなりマンズでしたね。ハクを、まあハクはね、なんちゃの現物で、うんうん、チュンは親の現物ってことですよね。なるほど、この自敗の切り出しとかも重要で、うん、なんかこれがね、例えば2枚切れの2枚入れのチューンを後回しにして、うん、これがハクが1枚入れだったとしたら、はい、1枚入れより2枚入れの方を持ってたってことはもうチューンを重ねる必要がないよっていう手なんで、うんうん、なんでもうかなり十分形が整ってるんじゃないかっていう読みも働くわけですよ。危ないじゃないですか。そう、これはまあ今回は1枚入れずつでフラットで親の現物だったってことなんで、はい、まあ、そんなに意識することもなくて、まあ、マンズの鎮逸が入ってるかもしれないけど、もうこれでかなりマンズに寄せたことが分かりますよね。ドラの鎮逸を先に切って安全牌の高いリャンピン、ハクチュン、まあ、安全度高い3枚が残ってたってことなんで、なるほど、確かに、はい、そんな中で自敗も見えてる分だけちょっと打点が怖いですよね。気になりますね。顔面に変わりますが、顔面に変わりますね。これ難しいですね。サンブローピン4枚目、そしてね、これあの両面に変えたところで役がないんですよね。はい、両面に変えたところ、これ難しいですね。この風装を引いた、スッチーソーを引いた時のもう一回スッチーソーにできる面ピンペイコーか、そうですね、でそのままサブローピンでリーチを打ってしまうか、うんうん、だからウーピンを切るかスーピンを切ってダマテンの続行か、うんうん、で4択あると思う。選択肢ありますね。まあ、僕はこれ、まあ、ドラのチーソー先は、まあ、すごいマンズが整ってるか分かんないですけど、はい、まあ、マンズにこのまま勝ち合いたく僕はないので、僕は、まあ、サブローピンかなり馬強も絶好なんですけど、はい、まあ、4枚入れでしかもリーチのみってことで、まあ、ドラムチーソー引いたら跳ねマンガンクラスもある、うんうん、ってなんで僕の選択はここでスーピン切りダマテンで縦置き、縦置きで、なるほど、この形まだ変化を見てるわけですね。そうですね、うん、これは変化を見るのと、まあ、ひょっこり積もって上がれたら嬉しいなみたいな。なるほど、ひょっこり積もは村上さんもおっしゃってましたね、うん、
そうなんです。これはちょっとぶつけるにはあんまり見合ってない手格好かなと思います。はい、あ、E1 つもぎりで、ランチャー押してますね。そうですね。これは別に陳一まだ入っててももう入っててもおかしくない手なんで、うんうん、ちょっとプチ警戒ですね。あっちもこっちも警戒度が上がってきましたね。はい、さあどうだ、サブローピン。9ピン。かなり安全度が高い牌。はい、これはそのまま続行で切ります。はい、それでね、たとえサブローピンが打たれちゃったとしても、うん、そんなに後悔ないですね。リーチのみです。なるほど。手出しの Q1 ワンズが出ましたね、うん、ついに。まあこれちょっと今、まあ、昇降の Q1 が入ったんですけど、はい、曲がりました。はい、まあ、G13 枚リレーでパワー13枚リレーで、まあ、Q1 ってかなり使いにくい牌ですよね。なんで、はい、これは絶対テンパイ、ワンズが余ったからって絶対テンパイか分かんないですけど、まあ、Q1 に代わる何かが入った、うん、マンズが入ったのはほぼ間違いないかなって感じですね。自敗がもう全部ほぼ切れてるんで。はい、うん、さあそんな中でシャアはどうだ。シャアは2枚リレーですね。まあこれは厄牌でもないし、まあ Q1 で出したってそんなに怖くない牌なんでそのまま切ります。安全度も考えながら1打1打進めていきます。そして手出し E1 です。うん、これはもうちょっとね怖いですね。手から9、1とワンズが出てきています。うん、まあ、こうなった時が怖いですよね。サブローピンでこれリーチのみリーチ打った時に、うんうん、手出しリャンソー、これですね。これは結構きついですね。これは、まあ、これで大事なのが、はい、一応確認していくと、まあ、チー1 3枚パー1 3枚ロー1は自分の目から1枚。そうなんですよ。ウーワン手出し、ウーワンどうですかこれ。いや相当危険な範囲の一つだと思いますね。はい、で、まあ、まあパターンいっぱいあるんですけど当たるケースは、うんうん、まあとりあえずこの手で、まあ、リーチにしといて、まあ、ウーワンこれ普通に積もりって8000って言われてるのがすごい僕は嫌だったので、だからかけなかったんですもんね。まあ 当, 然はい、当然まあこれも考えて打たないです。おお、で、まあ、これでどうなった時に復活しやすさ、はい、なるほど。一度テンパイを崩すことになってもう最後にテンパイって開けられることへの目標ですね、今度は。はい、なんで、まあ、復活のしやすさですね、うんうん、これはまあ例えばスーピンウーピンを切っちゃうか、はい、ウーワンのくっつきにかけるか、うんうん、一応もう一回サブローピン引きを見てローソーを切っておくか。おお、どれがいいんでしょうか今回。まあ、僕は今回サブローピン4枚、もしかしたらこれ受けてサブローピン切ってくれるかもしれないんで、最後もう残り積もも少ないんで、最後のテンパイ量をもらいたいっていう気持ちがまず強いです。そうですよね。で、まあ一応サブローピン、これ、まあ、ウーソーがあんこの形なんで、はい、ウーワンにさらには切れない、まあ、ローワンとかスーワンとか入った時も、もう一回ウーソー切って粘れる可能性があるので、ウーソーが頭になってくれるわけですね。うん、そうなんですよね。うん、なんで僕は今回ね、このローソー、もしかしたらまあ多分今のところはね、そんなに危険そうな人もいないと思ってるんで、うん、想像がちょっと高めなのなんちゃですか。そうですね、うん、なんかまあここで E1 切ってきてリャンズを手出ししてきたのは、はい、まあちょっとどうなのかわかんないですけど、うん、親の現物でドラそばですしね、ローソーね、うん、まあただテンパイのしやすさちょっとそこまで闇点は配慮しないです。ここは最後のこの順目だったらテンパイを取るために僕は一番取りやすい選択をしてローソーを切っていきたいと思います。なるほど。さあそんな老僧は発生ありませんでしたね。はい、良かったです。つむぎりのパーソー、親となんちゃはどこまで手が組まれているか、うんうん、今回ねワンズの仕掛け入ってますから、あ、ここで、うん、さあリャンワンが出た。このリャンワンロンの声タンヤオチンチですよ。1万2000点トン1局から大物手が出ました。なんて怖いんだ。さあでは皆さんの手も一度確認しましょうか、はい、皆さん手配開けてください。まあ結構僕が一番。さあどうだ。おお、テンパイ取らず。なるほど、リャンズを切って取らなかったわけですね。そうですね、リャンズを入ってて崩したわけだ。まあこれもね相当そのローワンが僕とウーワンと同じ理由で、まあ、切りにくかったと。まあでソーズのねドライチもあるんでね、メンピン1とかメンピンドライチになったらもしかしたらローワン勝負する手もあるけど、まあ、あのシャンポンの形じゃ勝負するには見合わないっていう形のちょっと似てますね。打点が大違いですけど。そうですね。そして親はもうドラドラの手でしたね。うんうんうん、さあ今回トン1局終了しました、はい、かなりこう、まあ
いろいろ起こりましたね。いろいろ起こりましたね。まあ、今回はキーポイントは、まあ、ドラのチーソーを切った後のリャンピン切りだったと、はい。まあ、これはちょっと安全度の高い牌を、まあ、先にもうリャンピンがこれ関係しているように全く見えないんですよね、うん、2ピンが先ってあって安全度も高くて、まあ、こういうのは結構その違和感の重要なポイントの一つで、うん、まあ、それでそれに対して誰で対応していたか、まあ、E1 切ってきたんで、まあ、行動してるだろうなって言って、でも親の方はローピンって手出してきて、まあ、ピンズ払ってもしかしたら受けてるんじゃないかなとかもあるんですけど、うん、ここはあれなんで、まあ、一番重要なのはこの手で補充しないことが僕は重要だと思いましたね。なるほど、ありがとうございました、はい、動画ご視聴ありがとうございます。次回もご覧ください。